皆さんこんにちは、マシンガン山北です。はい、もういよいよね、今年もですね、あとわずか、はい、この顔を見るのもあとわずかです。はい、まあ、そういったところでですね、ちょっと皆さんにですね、ちょっと1個だけ質問したいんですけど、皆さん31日大晦日何してますか？私は実は仕事なんですよ。はい、除夜の鐘をタクシーの中で聞いてるか、もしくはお客さんとね、例えば、まあ31日といえばですね、まあ、よくね、年末の三社参りとかね、あの挨拶、まあ、神社にね、もしかしたらね、タクシー乗って行くかもしれないし、もしかしたらね、まあね、あの飲んだね、お客様とか、お仕事が終わったお客様をね、乗車してる可能性も高いんですけど、その前後っていうのはですね、実は福岡ね、レディースクライマックスシリーズ、ね、レディースクライマックス、協定があってるんですよ。もうどうしようかと迷ってるマシンガン山北なんですけど、多分行くんじゃないかな。ね、福岡太郎くん、今いませんけど。っていうところでですね、まあ、何が言いたいかっていうとですね、31日って、まあ、ここ最近ね、皆さんも自宅で過ごすことが多くなったと思うんで、31日ですね、面白い番組がたくさんあるんですよ。ちょっとね、私調べたんですよ。まあ、ちょっとね、純不動になるかもしれないんですけど、まあ、例えばですね、そうですね、まあ後でちょっとね、すごいのを持ってこようと思ってるんですけど、まあ、31日といえば、珍プレー、好プレーがあるんですよ、野球。はい、まあ、そこはね、もうマシンガン山北鉄板なんですよ。あと、高校サッカー。タタ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 タ、音程外れてましたけど、あとですね、芸能人のですね、格付けチェックっていうところでですね、まあ、レギュラーはね、まあ、ダウンタウンの浜ちゃんとかで伊藤志郎とかですね、いたんですけどね、まあ、ガクトさんがね、出るのか出ないのか、まあ、これ多分収録だと思うんですけどね、まあ、あとね、そうですね、ね、井岡、ね、ボクシングの井岡の世界戦、ね、田中康生選手のね、世界戦もありますし、まあね、目白押しなんですよね。まあ、それでね、男性はね、それでいいかもしれないんですけどね、年明けたらね、女性の皆様はね、カウントダウン TV とかですね、例えばジャニーズのね、なんか歌合ってると思うんですけど、そういうのもあるし、例えばダウンタウンのね、ガキのね、使いとかですね、ガキ使ですよね。まあね、大貧民、今回はね、GoTo ラスベガスっていうところでですね、まあ、ありますし、まあね、鉄腕ダッシュ、まあね、あとはね、そうですね、キューピー3分間クッキング、初めてのお使い、まあまあ、マシンガンね、なんか適当なことばっかり言ってますけど、一番目白押しなのはですね、一番見てほしいのが、紅白歌合戦なんですよ。はい。今年の紅白、ちょっとね、カンペ使うんですけど、何が話した、ね、話したいかっていうとですね、今年の、紅白、何が言いたいか多分分かってると思うんですよ、皆さん。松田聖子さんが出るか出ないか、楽しみなんですよ。多分僕は出ると思うんですけど、で、赤組勝つと思うんですけど、まあね、つい最近、まあちょっとご不幸なことがありまして、まあ紅白出るのかっていう風なね、ところも騒がれたんですけど、多分ね、私の中では出ると思っております。はい。まあ、さやかさんに向けてですね、愛のあるメッセージ、歌を届けるんじゃないのかなと私は見ております。で、その中でですね、まあ、今回ね、いろいろね、出る中でですね、まあね、ちょっとビッシュさんとかですね、まあ例えば、まあ、ミーシャさん、まあ、福山雅治さん、まあ、ゆずさんとか、布袋寅泰さんとか、ね、郷ひろみさんとかも歌も決まりましてですね、まあこう見ていくと、ね、いろいろ、ね、大御所っていうんですかね、演歌の、ね、方たちいなくなったなと思ってですね、卒業したのか、まあね、若い人たちに、ね、譲ったのかっていうのもあるんですけど、なんかね、最近の歌が全然わからないね、マシンガン山北なんですけど、またリサさんもね、出るみたいだし、星野源さんですかね。まあね、まあ、他の方は多分カウントダウンのね、ライブしてるのかな。福岡ではウーバーワールドさんがですね、まあ何年連続かわかりませんけど、また今年はね、福岡ドームの方でライブをします。っていう中でですね、まあ皆さんね、今ね、もうこういうご時世になりまして、まあ31日はゆっくりですね、まあご自宅の方で、まあ、ゆっくり、ね、家族と見たり、ね、恋人を見たりとか、もしくはね、そうですね、家族、恋人、まあ、1人っていうのもあると思うんですけど、まあ、
いろんな番組があります。そしたら時間が経つのも早いし、まあ、今年終わったな、また来年スタートするんだなっていう風な部分もあると思うんですけど、マシンガン山北の注目としてはですね、やっぱり紅白の増田聖子さん、福岡出身、はい、何を歌うのかなっていうところが気になるところっていうところでですね、思っております。では、ね、地元で言うとレディースクライマックスシリーズで私の大好きな小野瀬奈選手が優勝っていうところもね、見たいし、まあ、仕事っていうところが一番ねあれなんですけど、やっぱそこはねご飯食べていかないといけないんで、まあ、一生懸命仕事しますし、まあ、1日ね起きた頃にはもうニューイヤーズ駅伝終わってるのか、もしくはもうそのままね、あの徹夜でね、まあまあ、私の、ね、家の近所だったら箱崎宮とかですね、宗像大社、宮地岳神社、まあ、加子宮とかね4つあるんですけど、まあ、他にまだ神社もあるんですけど、三社参り行くのか、まあ、1社でですね大吉引いてくるのかちょっと分かりませんけど、まあ、いろんなね年末ねいろいろ目白押しの番組があります。まあね、もう今ねテレビをねなかなか見ない時代になってきたんですけど、まあね見てください。私の YouTube チャンネルもですね、まあ、見てほしいんですけど、あんましね今こう喋ってることは面白くないかもしれないんですけど、まあボクシングもあります、朝倉未来選手もいます。あの私もね散々朝倉未来選手はねお話ししました。まああとチンプレー、コープレーもあるし、あと西武とですねヤクルトの舞台裏っていうね話もありますし、まあいろんなね、私は紅白の後ね、そうですね、審査員誰が来るのかなって気になってるんですよね。そこが今回のやっぱ注目なんですよ。大谷選手は来ないと思うんですけど、田中マー君なのかなと思うし、もしかしたらねヤクルトの次世代をね担う奥川投手なのかな、顔が似てるだけで判断してますけど、わからないんですよね。まあそういった中でですね、まあねガキつかもあるし、まあいろんなね番組がある中で、もう皆さんね久しぶりね、もうテレビでゆっくりね過ごすっていうのをねなんかしてほしいな。もしくはレンタルビデオショップ行ってですね、まあ、いろんなねあのビデオもありますし、多分いっぱい借りられてると思いますけど、まあ、いろんなね見たいね番組、ドラマとか見られなかった方たちはね見だめしてもいいと思ってるし、もう私の中ではですね、もうねこのお正月はですねもうねうんって感じなんですよ。まあ、2日の日に多分天神のバーゲンもあるし、1日はまあね博多のバーゲンかなとか思ってるし、もう頭が仕事モードなんですよね。でもなんだかんだ言ってホークスなんですけどね、っていうのがねやっぱホークスがね来年ね勝たないと面白くないっていうところでですね、マシンガン山北ですね、ちょっとここで言います、特別編ということで1時間ですね、はい、2022年のねソフトバンクはこうだっていう話をですねちょっと来年作りますんで、まあちょっとね31日のねテレビ欄からいきなりソフトバンクホークスに飛んだんですけどね、31日にですねこの特番を流せれるようなねちょっと番組を持っていきたいなとか思ってるし、まあないと思うんですけどね、正月のね皆さんがねなんかいろいろしてる時にですね、マシンガンの1時間チャンネルとかですねちょっとチャレンジしてみたいなと思ってますんで、ぜひですねこうご期待ください。ちょっと面白くなかったかもしれませんけど、はい、まあそういったところでですね、マシンガンチャンネルもですねもういよいよもうね今年が終わろうとしております。まあはい、来年もですね飛躍のねチャンネルになるようにですね1日はお祈りしてきます。はい、ということでですね、あの31日に最後まで皆さんですねチャンネルをね見てもらったら助かりますんで、よろしくお願いします。はい、そしてですね今ねチャンネルが6000人ぐらいいるんですけど、来年は8000人ぐらい目指します。まああえて1万人って言わなかったところがですねあれなんですけど、ちょっとビビってるっていうところもあるんですけど、まあね一人でも多くの方がですね元気になって勇気をね持ってもらえるような番組作りをで目指してますので、はい、あの一生懸命噛みながらでも話しますんで、皆さんよろしくお願いします。そしてですねこちらの URL 欄にですね私のねあのインスタグラム、もしくはね社長の池田、ね、俊介さんのあのねインスタグラムとかですね、まあ、例えばあのねアパレルのですねプロのですね販売もやってますし、まあ、いろんなね URL もあります。もしくはコメントにマシンガンさんこういうことやってください、まあ、中山筋肉があったんですけど今年はちょっと間に合わなかったんでですね、まあ、来年ぜひねさせていただきたいなとも思ってますし、31日の注目の番組は紅白歌合戦大トリ松田聖子さんっていうところでですね終わらさせていただきたいなと思ってますんで、はい、皆さんねこれが流れた時はですねあの時マシンガン山北こう言ってたなっていうことだけですね思ってもらったら助かりますんで、
ぜひ、ね、今後ともよろしくお願いします。